こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。これね、いつだったかな、忘れちゃった。晩ご飯ね、これ切り干し大根は水で戻しといて、じゃがいもは適当に切って、そしたらさ、600ワットでだいたい6分ぐらいレンチンするよ。で、潰して、でね、じゃがいもが熱いうちに、顆粒コンソメ、砂糖、お酢を入れて、これをね、魚介風になじませとくよ。そしたらね、今度はね、きゅうりね、きゅうりは薄切りする。昨日今日とね、天気が良くて気持ちがいいです。気持ちがいいから、天気がいいからつって、どこに出かけるわけでもないけれど、天気がいいだけで気持ちいい昨日はね、ちょこっとね、用事をしたりね、なんやかんやしてた。でさ、最近はうち人参もね、サラダに入れるようになったからさ、人参もね、薄切りしとくよ。そして玉ねぎもね、薄切りだね。なんか声が私変な気がするけど、なんだ、特にね、風邪もひいてないし元気なんだけど、時々おっさん、まあいつもおっさんみたいな声だけどこんなね、ってしたくなるような声になっちゃう。そしたら野菜は軽く塩もみね。で、ハムは細切り。まあ他のさ、野菜と同じような大きさになればね、よし。そしたら野菜の水気をしっかり絞るよ。でね、分量はね、ここに書いたんだけど、だってそしたらこれをね、全体をあえて、なんでこんな声がおかしいかい飲みすぎ、酒焼けかな、飲みすぎなほど飲みすぎてないんだけどね。これでね、ポテトサラダもできた。そしてこれはね、切り干し大根用の人参ね、これは細切りをする。あのさ、昨日も話したけど、高野豆腐とか切り干しとかひじきとか、なんかそのね、時々無性に食べたくなるお年頃あとはあれよね、なんだかね、筑前煮とかさ、ね、時々無性に食べたくなっちゃう。で、椎茸は細く切った、薄く切った、まあ適当だね、まあ、切り方なんてどうでもいいでね、油揚げはもういつものキッチンペーパーに挟んで、ズボラ油抜きね。そしたら細切り。で、油を熱して、切り干し大根とさ、具材を炒めるよ。切り干し大根も美味しかったな。2日続けて食べた。ちょっとね、量が多かったからね、今回ね。でさ、全体に油が回ったら、分量これね。ほんとね、昔若い頃はね、あんまり煮物とか好きじゃなかったけど、この今のね、お姉さんになったらずずしい、おばさんちゅうわんじ、お姉さんって、お姉さんになったらさ、高野豆腐やら切り干しやらっていう煮物がすごい美味しく感じるお年頃で、このまま弱火でコトコト炊いて、
ね、もうほら切り干し大根もできた。めちゃ美味しかったよ。でね、この日のお味噌汁は玉ねぎ、人参、しいたけ、後入れでね、わかめを入れた記憶があります。記憶だからね覚えてないんだもん、あんまりほとんど。ほんとね、面白いよね。20年30年前のことはさ、鮮明に覚えてるのに、数時間前とかここ数日のことはすぐ忘れちゃう。面白い現象今若い人たちもね、そうだな、今20代ぐらいの人たちもさ、あと2、30年すればそうなると思う？誰もが通る道ねえ。これでね、もうお味噌汁もできた。そしたらね、この日の付け合わせはサニーレタスと、あれなんだっけ、カイワレだった。カイワレうまいよね。生ハムにくるんでもうまいしね。そしてね、ピリ甘辛チキンの下味の分量、これね、これはね、もともとね、私がつまみでね、手羽先で作ってたやつなのよね。もう昔しょっちゅう作ってて、でこの前久しぶりに作ったらさ、子供たちももうおいしいって食べれるようになって、ただ手羽先だったらね、食べる部分が身が少ないって、だからもも肉でね作った。でこのままさ、もみ込んだらしばらく置いとく。最短でも15分置いててほしい。でね、合わせ調味料、これね、あのほら、つまみで作るときにはね、もも肉よりも私はね、手羽先とか手羽中で作る方がね好きだな。もううちはもう子供たちが食べやすいように今回さ、もも肉で作ったけどね、もも肉でも美味しいんだけど、なんちゅうんだろうな、あの手羽先手羽中の骨のついた周りのお肉ってまた特別うまく感じるのよね。そしたらね、これは中火にかけて砂糖を溶かしつつ、みりんのアルコールを飛ばすよ。でさ、こうやってふつ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 してきて、1分ぐらいこんなして混ぜてたら、もうね、アルコールも飛ぶからよし。で、鶏さんを揚げるよ。片栗粉はね、大さじ5まぶしてる。で、180度で3分。でね、このままさ、カラッと揚がってるけど、今回はね、ピリ甘辛にするからさ、一回取り上げて、このね、ピリ甘辛ダレとね、絡めるの。好みでさ、ごまを入れてもいいしね、うちはもうごまは入れずにね、よか風に絡めて、絡めば絡むほどうまいからほんとね、おかずにもつまみにもいい。酒好きが作るとこういうメニューが増えがちです。ね、このね、絡んだこのね、ピリ甘辛のタレがうまいのよ、ほんと。そしてね、これはね、仕上げにブラックペッパーをね、シャーッとかけるんだけど、ブラックペッパーはね、多けりゃ多いほどうまいです。まあ、うちはさ、子供たちも食べれるような量かけて、後から自分の分だけね、鬼のようにまたかけまくった。そして、材料と分量、これね、またほら概要欄にも書いとくしね。これはね、多分、かな、火曜日水曜日どっちかだと思う。そしてね、昨日はね、久しぶりに餃子を作ったから、おまけでちょっくら取ってみた。キャベツはね、
丸々一玉みじん切りするよ。もうみじん切りがめんどくさかったらさ、あのブンブンチョッパーとかなんだフードプロセッサーでガーってしてね、私はね野菜を切り刻むのはね結構好きなのよ。だからキャベツ一玉みじん切りもね苦じゃなかった。でさ、今回塊のまま切っちゃってるからよか風に洗う。あの私は洗わないと気になるからよか風に洗う。そしたらね、これをね軽く塩もみをするよ。でこれを置いてる間にさ、ニラやらネギを切ればいいからね。でキャベツは一玉たっぷりだけど、あのしなっとなるから。そしてね、ニラは細かく切る。ニラは2束分ね、ね、2束分たっぷり入れる。匂いの強いものが好きです。でさ、野菜がたっぷりだからね、これはまたうまい。そしてね、小ネギね、小ネギは小口切りにする。もうさ、ニラとかネギとか切るときには途中を輪ゴムでパチンと止めておいたらね、切りやすいから、もうね、もうほんと切り刻むのはねいいの。切り刻むまではいいの。私何が嫌いって、あの私ね、衣漬けの次に餃子を包むのが嫌い。もうほんと気が遠くなるもん。そしたらさ、このキャベツの水気をしっかり絞るよ。でね、野菜とかの分量ね、いっぺんにねまとめて書ききれなかったから分けちゃったけど、ひき肉とキャベツと今これニラネギドカンと入れて、でね、おろしニンニクはチューブでも全然大丈夫。ただ私は餃子の時にはなるべくね、この生の餃子をおろしてる。そしたらね、さっきね分量出たでしょ、あの調味料を入れてさ、まだこの辺まではいいのよ。本当にね包むのがね嫌い。だから本当はさ、包むのがめんどくさいんだったら、あのひだを寄せんでもさ、真ん中に肉だねをのっけてペタンって畳むだけでもいいんだけどね。そしたらさ、めんどくさくないような気もしなくもないな。どうでしょう。ほんでなんだったらさ、あの包むのが私も嫌いっていう人は、春巻きの皮で春巻きを包むみたいな感じでしてさ、棒餃子にしてもいいよね。食べ応えもあるしね。で調味料を入れたらさ、具材をよか風に混ぜるよ。まあうちさ4人家族、2人は子供だよ。相撲部屋のような量だけどもさ、でもねキャベツも一玉入ってて、ひき肉自体は5、600だからね、そんなにまあこれで150個ぐらいできたかな。そしたらね餃子を包むんだけど、本当に私ね衣漬けの次に本当に嫌いなので、やってってもうすごい今鹿児島弁が出ちゃった。ほんとさ、肉だねを真ん中に乗せてパタンと畳むだけでもいいし、棒餃子みたいにした方が簡単よね。そしたら少しはハードルが下がるのかもしれないけど、てんてんてん。だからね、私はお家であんまり餃子を作るのは好きではない。美味しいんだけどね、美味しいんだけど、この作業がよ。とにかくめんどくさがりやよ私。でこの後はね、息子も娘も一緒に親子3人で包んだんだけどさ、子供たちは楽しそうにしてたから、またねしないとなぁと思い方だった。そして昨日はね、この150個余りの餃子で餃子パーティーという名の、私は餃子をつまみにビールをガバガバ飲みました。
美味しかったよ。まあね、やっぱりね、手作りがうまいんだけどね。そしたらさ、うちはね、テフロン加工のフライパンがないのよね。だからもうこのさ、鉄フライパンで焼くんだけど、餃子も適当にビャーって並べて、テフロンの時にはさ、お湯をちょこっと入れて蒸し焼きにするよ。私ね、もうあの鉄だからさ、お湯は入れずに蓋をして3分蒸し焼きにする。そして3分経ったらごま油を回しかけてくるの。そしたらね、もう1回蓋をして4分蒸し焼きにするの。そしたらね、余暇風に焼けるからね。ちょっとね、偏っちゃったけど、それはまあこうやってずらす。そう、昨日はね、餃子しか作らなかった。で、餃子の材料と分量、これね。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、バイバイ。